こんにちは。リンシグマブラックベルトのマイク・ニガルです。業務改善コンサルをしています。今日はいつもと雰囲気が全然違うんですけど、今回初めてオンライン対談をやってみようと思います。ゲストの方はですね、実は視聴者さんで、今回ね、対談やりませんかというふうに、言っていただいて、それで、やることになりました。その、オールブルーの、佐藤亮太さんです。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。はじめオールまブしルー株式て。会社の佐藤です。実は今回2回目なんですね。うちはもうあってですね。すごい突然ご連絡をいただいて、対談やりませんかって言われてからですね。で、ご本人は業務改善がすごい好きだと。もうそのね、業務改善をどんどんこう広げていきたいという、なんか同志を感じてですね。今回、ぜひやりましょうということになりました。まあ、最終的でちょっと視聴者さんということで、その視聴者さんから見た僕のチャンネルどう思うか、ちょっとコメントいただけたらと思うんですよね。ああ、ありがとうございます。そうですね。まあ、やっぱり YouTube でいろいろ探していろんな動画見てたんですけど、女神さんの動画はやっぱりこう、すごくこう、なんて言えばいいですか、実務に特化しているというか、まあ、やっぱり自分たちが本当に悩む、本質的な悩みをこう解決するような内容がたくさん詰まっていて、まあ、本当にお世話になりましたというところです。ありがとうございます。そう言ってもらうと、本当に僕の伝えたいことを本当に伝わってるっていうのを確認できてよかったと思います。で、そこで、佐藤さんの方から質問があるということで、それにちょっと答えていく形でやりたいと思います。じゃあ、まず最初は何でしょうか。ありがとうございます。私が挙げたいテーマはですね、パワーアップスの、現場での内製化というところになります。で、パワーアップスというアプリ自体は、プログラミングコードを使わないので、簡単に作ることができると思うんですけれども、まあ、それを、まあ、現場の方とか、現場スタッフの方に、どうやって、使わせていったら、まあ、やってもらえるのかっていうところを、女神さんのご意見をいただきたいなというところで考えています。そうです。本当にマイクロソフトもね、なんかの昔はノーコードって言ってましたからね、全然ノーコードじゃないし、そうなんですよ数ね。式いっぱい使うし、だからそれで文句が出たのか、ローコードっていうふうになんかね、最近はプロモーションの仕方を変えてるけど、やっぱり本当に使える、業務で使えるものを作ろうと思ったら、やっぱ結構技術いるかなと思って、エクセルとかパワーポイントみたいに誰でも使えるようにはならないと思うんですけど、どうですか？どういうアプローチで考そうえでてすまね。す？そうですね。まあ、やっぱり Excel とか Word に比べると、まあ、私もネガミさんにお世話になっているので、やっぱり欲しいなと感じることはたくさんありましたと。まあ、とはいえ、私自身は、現場のスタッフから上がってきて、使えるようになったっていうのもあったりはしますと。なので、まあ、やっぱりこう、ネガミさんの動画とかをたくさん見てもらえたらできるようになるのかなとか、立場としては、じゃあ、佐藤さんの方では、そのパワーアップスの教育とかをね、クライアントさんにやってるお仕事なんですよね。で、そはい、のそうで部す分もね。あるって言われてると思うんですけど、そのクライアントさんの会社で、とにかく現場の人が自分たちでパワーアップスを使えるようになって、それで業務改善を自分たちでやっていくっていうことですね。あ、そうですまあ、ね。それ自体は本当にマイクロソフトのコンセプト、パワーアップスに対するコンセプトなんですよね。だから、マイクロソフトのでも開発の民主化っていうことを言われてるから、みんなで使えるようになる。まあ、そういった意味ではパワーアップスは本当にいいと思いますよね。まあ、僕の位置づけではパワーアップスっていうのは、まあ、Excel でいう VBA と、あと Excel の、まあ、ワークシートの数式の中間ぐらいな難しさかなと。だから VBA よりは簡単ですよ。で、だからそういった意味で、まあ、本当に Excel で数式をガンガン使えるような人であれば、ぜひチャレンジしてもらいたいですよね。まあ、僕も Excel でプログラム作ったりするんだけど、やっぱり Excel ってもうそのメニュー画面自体がね、いろんなメニューがあって、ユーザーが勝手にいろんなことできるし、そうもうでそすれでね。ね、自分の作ってるプログラムがおかしくなってることがあるけど、パワーアップスの場合はもう開発者が設計した画面やボタンしか出てこないから、だから本当にそういうエラーとかも実は出にくいんですよね。そうですよね。で、やっぱり開発時間も同じような機種を機能のプログラムを Excel で作るのとパワーアップスで作るのではもう本当に6倍ぐらい速さが違うから。
そうですようね。ん。なんかこう、現場スタッフの方がパワーアップスで開発を始めるときに、まあ、一番大切にした方がいいことというか、女神さんとして、ここをしっかりやればできるんじゃないかっていうポイントとかありますか？もうまず最初に考えなきゃいけないのは、そのこれから作ろうっていうパワーアップスの目的は何だと。それをまず最初にはっきりさせることで、全体の流れが変わってくる。で、それをじゃあどう使うのかっていう業務フローから考える。よくクライアントさんに言われるのは、まあそのクライアントさんもやっぱりいろんなソフト会社と今までね、お付き合いがあるみたいで。で、その人たちから言われるのは、いや、根上さんって本当に全然違うアプローチですねってよく 言われて、最初に話し合うのはどんな画面が必要ですかねみたいな感じから入るみたいで、で、その画面を後でつなげていくみたいな。でも、僕の方は、その前に業務として何をしなきゃいけないかっていうのを、まあ、フローチャートに最初に書いて、そこでそれを確認してから、じゃあ、それぞれのステップでどうやってデータを扱うのか、それによってどういう画面が必要なのかっていうのを、で、最終的にまあそれによってじゃあどういうデータベースが必要なのかっていう。でもどうやらな、それが逆みたいなんですよね、他のソフトウェアっていそうでう。すよね。クライアントさんに言われるのは、本当に江上さんのアプリも、私たちの目線で作ってもらえるから、本当に分かりやすくていいものを作ってくれてありがとうと言われますよああ、いいね。ですね。ああ、なだるから本ほ当ど、に、なるほだど。から本当にね、ユーザー目線っていうのは結局、業務フローです。だって皆さんユーザー業務やってるわけですからね。ああ、なるほどですね。大切ですよね。業務のプロセスというか、フローをしっかり抑えていって、その中で一つ一つ、どういう問題を抱えていて、どこを解決したらいいのかっていうのを先に洗い出すっていうことですかね。そうですね、もうまさに、おっしゃることですよね。まず、業務プロセスとかフローをこう考えていくっていうことを先にやられれば、その後にアプリを作るのが、まあ、すごく楽になったり、簡単になったりするっていうことですよね。多分それの方が無駄が少ないと思うんですよね。そうですよね。多分だっなんかてそう。こんな画面が必要だろうってデザインして、こうじゃあ次こんな画面が必要だろうなんて言って、じゃあそれそうをなどうんです並べよるかね。なんて言って、でも実際にはね、この画面いらないじゃんとかね 作ったそあのり画ますよ面のこね。れいらないじゃんとかね 絶対になってくるかなと思うんですよ。だけありますどね。業務のフローから考えていくと、もうね、業務フローとして、こう、それぞれのステップでこんなことをやんなきゃいけないのかっていうのが分かった上で、どういうデータを扱うのかっていうのをやるから、無駄がない、最終的に必要なものしか画面に出てこない、必要なデータしかデータベースに入れないっていう形なんですよね。まあ本当、それが僕は心がけてますね。まあもう心がけてるっていうか、まあそういうテンプレート作ってますね。実は、前回そういう動画作ったんですけど、そのテンプレートそのものがもうそういう思想でできてるテンプレートで、テンプレートの、ね、流れに沿ってやっていけば自然とそれができるっていう、そういう内容なんですよね。ああ、素晴らしいですよね。そのテンプレートを使えば、もう現場スタッフの方がすぐにその業務の洗い出しというか、フローとかも洗い出せるってことですよね。あれできますよ、本当に。まあ僕もそのテンプレート毎回使ってますからね。間違いなるほど、なるほない。ど。まあ、現場の方がいきなりこう、フローをじゃあ洗い出そうっていう動きが取れるかどうかって言われると、私はすごくそこも難しいのかなというのを現場を見ていて、思っていますと。なので、現場の方に、まあ、まあ小さなことからでもいいから、こういうことから始めようみたいな一つのキーワードがあるといいのかなと思っていて、ねやみさんの中でどこから始めたらいいとかありますか？もう、それはですね、一番最初にやったコラボ動画で、ある、ね、中小企業の林さんという社長、会長をですね、紹介したんですけど、その方から言われたことは、とにかく一番困ってることからやれと。なるほど。それが最初業務改善の第一歩って言われてから、いや本当に僕もクライアントさんにもそんな質問ですよ、一番最初にやってることは。そうですね。それでは最後に佐藤さん、ご自分の会社の紹介などよろしくお願いします。ありがとうございます。改めて、オールブルー株式会社の佐藤と申します。私たちは、大規模言語モデル、AI を使って、お客様のですね、市民開発、いわば自分たちの DX を進めるご支援をさせていただいております。もしご興味があられましたら、また、女神さんの動画にも登場してくるかと思いますので、お声掛けといただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。
はい。佐藤さんのね、リンク、概要欄に貼っときますので、じゃあ、佐藤さん、本当に今回ですね、本当にごは連い。絡いただいて、企画まはで持っい。てきていただいて、本当にありがとうございましいえいえ。た。これからもじゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、皆さんも本当に最後まで、ご視聴ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。